フットボールリーグ2011から2012シーズンは、イングランドフットボールリーグの114回目のシーズンである。フットボールリーグチャンピオンシップは、レディング、フットボールリーグ1は、チャールトンアスレティック、フットボールリーグ2は、スーインドンタウンが優勝した。フットボールカンファレンス2010から11のチャンピオンの、クローリータウンとフットボールカンファレンスプレイオフの、 勝者の AFC ウィンブルドンがフットボールリーグ2に昇格してフットボールリーグに参戦した。クローリータウンと AFC ウィンブルドンは共にフットボールリーグ初参戦。同シーズンのプレミアリーグについてはプレミアリーグ2011から12を参照のこと。バーミンガムブライトンホーブブリストルシーカーディフシティカブンドトゥリーダービーハルシティ イップスウィッチリーズユーレスターミドルズブラノッティンガムフォレストピーターバラポーツマスリーディングサウサンプトンフットボールリーグ2011-12のクラブ本拠地クリスタルパレスミルウォールワトフォードウエストハムフットボールリーグ2011-12のクラブ本拠地バーンズリーブラックプールバーンリードンカスター R フットボールリーグ2011-12のクラブ本拠地参照元 ザ・フットボールリーグ3位のウエストハムユナイテッドが、フットボールリーグチャンピオンシップの3位から6位のチーム間で争われるチャンピオンシッププレイオフを勝ち抜き、プレミアリーグ2012から13の昇格を決めた。参照、英語版フットボールリーグチャンピオンシッププレイオフ2012、各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が、セラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、 コーラン。参照元、statto.com ボーマス、カーライルユトドコールチェスターエキシュターハートルプル、ミルトン・キーンズ・ノッツ・カウンティー・スコーン・ソープ・スティーバ・ニッチ、ウォルソル・ウィカム・ヨビル・タウン・フットボール・リーグ2011から12、このクラブ本拠地ブレントフォード・チャールトン・レイトン・オーリエント、フットボール・リーグ2011から12のクラブ、本拠地ベリー・チェスタ・フィールド・ハダース・フィールド・オールダム、 プレストン・ラッチ・デール、シェフィールド・ユナイテッド・シェフィールド・ W、トラン・ミール・フットボール・リーグ2011から12の、クラブ本拠地三勝元、ザ・フットボール・リーグ4位のハダース・フィールド・タウンが、フットボール・リーグ1の3位から6位のチーム間で、争われるリーグ1プレーオフを勝ち抜き、フットボール・リーグ2012から13フットボール・リーグ、チャンピオンシップへの昇格を決めた。参勝 英語版リーグ1プレイオフ2012各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利がセーラン、敗戦が赤ラン、引き分けがコーラン。参照元、statto.com はクリントン、スタンリーオルダーショットブラッドフォードブリストル、アールバートガアルビオンチェルナム、クローリータウン、ギリングハムヘレフォードユトドモーカムノーザンプトン。 オックスフォード・ユープリマス・アガイル・シュルーズベリー・サウスンド・ユー・スウィンデントーキー・フットボール・リーグ2011-12のクラブ本拠地バーネット、D ・ディー・アンド・アー・ー・エフシー・ウィンブルドンフットボール・リーグ2011-12のクラブ本拠地クルー・アレックス・マクレス・フィールド・ポート・ベール・ローザームフットボール・リーグ2011-12のクラブ本拠地参照元ザ・フットボール・リーグ7位のクルー・アレクサンドラが フットボールリーグ2の4位から7位のチーム間で争われるリーグにプレイオフを勝ち抜き、フットボールリーグ2012から13フットボールリーグ1への昇格を決めた。参照、英語版リーグにプレイオフ2012各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利がセーラン、敗戦が赤ラン、引き分けがコーラン。参照元、statto.com。 ありがとうございます。